こんにちは。こんにちは。ルエです。金子です。今年に入って、はい、僕ダイエット企画があってやったじゃないですか、うん、ダイエットしてと思ったんですけど、うん、運動したり、うん、食事を気をつけたりとか、うん、いろんなやることあるじゃないですか、はい、ありますね。大変なんですよ。大変でしょうね。大変ですよ。大変でしょうね。はい、ダイエットしたいけど痩せたい、うん、だけどそういうのが無理だ私にはっていう、ね、運動すれば痩せるのは分かってるけど、はい、やっぱこう面倒くさいんだよね。そう、もう分かってるけど、うん、そうなんですよ。一歩踏み込むってすごいハードルがあるんですよね。要は疲れるんでしょ、こう立ってなんかこんなことやったりさ、はい、疲れるわけですよ。だからなるべく疲れないで楽にやれる運動があったらいいみたいな。はい、そういうことです。ありますよ。あるんですか。寝ながらバンザイするだけで痩せるっていう運動を僕はね持ってますよ。そんな簡単そうな、なんで教えてくれないんですか。いや、それはほら俺8000通りあるからさ、使わなきゃ出してくれないパターンもあるわけですね。そうです、そうです。なのでじゃあ今日は、はい、まあ、運動嫌いな人でも簡単に痩せれる寝ながらバンザイをご紹介します。ぜひ一緒にやりましょう。そしたらまずはですね、仰向けでこのように寝てもらったら足と足の裏をくっつけます。このままつける。手はバンザイピーンと、はい、これで1回キープ、ストレッチです。はい、30秒いきます。はい、よーいスタート。なるべくこうゆっくり深呼吸しながら膝をね開けるところまで開くと、まあ、いいですね。股関節のストレッチとこの脇とか、うん、脇腹とかお腹とかストレッチかかってますね。そうです、軽くね膝をパタパタしてくれてもとてもいいですね。準備運動ですかね。これ準備運動ですか。準備運動です。あ、いいです。いいですね。はい、まあなんてことはないですよ。これだったらなんてことはないし、まあ、確かにね、はい、導入がいいよね。導入がいい、ね、疲れない。はい、 OK です。はい、そしたらその体勢のまま、はい、右手で左膝をタッチする。クンと上げてで、バンザイで、また逆ピンで、バンザイ。はい、これです、はい、これも30秒いきます。はい、よーいスタート。タッチして、バンザイ。足はね、はい、自然と上がるでしょ。そうですね、こうつけようとしたら、ね、自然と上がる感じ。ね、別に上げないで膝触りってもいいけど余計疲れるもんね。おお、確かに。そうでしょ、だから自然と足が上がるでしょ。はいはいはい、っていうやつです。なんか楽した腹筋っていう感じですね。そうですね、股関節も効く。ほら、すごいいいです。うん、確かに寝ながら、寝たままバンザイ。ほら、うん、まあ、今んとこ確かにですね。いやいや、ずっと確かにだよ。はい、OK です。はい、そしたら今度はそのまま親指をタッチしに行く。親指をタッチ。はい、親指をタッチ。はい、で、バンザイ。30秒いきます。はい、よーいスタート。親指をタッチ、バンザイ。親指をタッチ、バンザイ。いいですね。タッチ、バンザイ。田舎道でこういうカエルいますよね。タッチして、バンザー。はい、疲れる。うん、ちょっときます ね、 いいね。まあでもこの30秒っていうのももしかしたらいいのかもしれない。そうです、これが1分とかだともうしんどいんで変わるけど。そうです。タッチ、はい、はい、バンザー。最後、はい、はい、 OK です。そしたら今度上半身を動かします。バンザイしたまま肘を下に下げる。はい、で、下げる、下げる、はい、上げる。これも30秒いきます。はい、よーいスタート。これ寝てこうやってやることで内側に入っちゃってる肩を開きながらこうやってできるから肩甲骨動かせるし肩周りの筋肉をしっかりと動かせて、あ、これはね確かに疲れずいいかもしれない。だからバンザーイってね、危うく口車に乗せられてしまうとこかと思いましたよ。ちょっと待って、俺がずっと騙してるみたいな感じになっちゃうんですよ。勘弁してくださいよ。皆さんのためを思っていろいろ考えてるんだけど。そうです、そうでした。はい、OK です。はい、そしたら今度は手を伸ばした時に足を伸ばす、はい、で、肘曲げた時に足を曲げる、伸ばす、曲げる。そうです、これを30秒でいきます。はい、よーいスタート。お、これはね、いい運動になりそうな予感がします。伸ばして、曲げて、伸ばして、ペイン。カエルになった気分です。平泳ぎをね、仰向けでしてるような感じ。はい、ね、ほう、これで泳げそうだね。泳げますね、これは。仰向けで、はい、背泳ぎの新しい形を作った。確かにオリンピック種目にこれは多分秒で沈むよ。あ、でもいいいいいい、体温まってきました。そうでしょ。はい、はい、OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。そんなに疲れないでしょ。程よいです。こんな運動でいいんだよ最初は。確かに。で、やっぱこう体が動かせるようになってくると徐々にね動きたくなってきますから、うん、元気になってくるからね。そうですね、もうちょっとやろうかなって。
と、大体運動しないで元気がない人いっぱいいらっしゃる。あ、要はセロトニンがうまく分泌できてなくて運動する気にもならない。だこういうふうにちょっと軽い運動で始めて少しずつ活動的になっていけば生活が痩せ体質になっていきますから、セロトニンをたくさん分泌して痩せ体質を作ってください。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピアンス TV では今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思う動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。埼玉県の浦和に新たにお店を出店することになりました。ありがとうございます。お近くにお住まいの方はぜひ一度施術を受けに来てみてください。予約は概要欄にホットペッパーの URL を貼っておくので、ぜひそちらからご予約ください。